ブレヒトビルヘルムロートは、ドイツの医師、植物学者である。デートリンゲンに、牧師の息子に生まれた。ハレ大学で医学を学んだ。エアランゲン大学で医学号を得た後、デートリンゲンで21年間医師として働いた。1779年に、1000人しか住民がおらず、周りの地域にも医師がいない、ニーダーザック先週のフェーゲザックに移った。1781年に、 ランドファジーカスに任命され、いくつかの医学書を執筆した。フェーゲザックに移住してから、科学書の執筆を、はじめ、1788年の植物書、ドイツ植物小史論は、ドイツのすべての植物を分類したもので、ビルヘルム・オルバース・ホッケによって高く評価された。1802年に、海藻の調査のために、北海やバルト海を調査した。 1787年に、ベーザー下半に土地を与えられ、庭園を作り上げ、これは後にフェーゲザックの私立庭園になっている。ロートの評判は、ゲーテの知るところとなり、1803年に、イエナ大学から植物学教授、1810年に、エアランゲン大学から教授への就任を求められるが、断った。1808年に、ババリア科学アカデミーの会員に選ばれた。 豆赤の俗名、ロシアに懸命されている。ロスは植物の学名で命名者を示す場合に、アルブレヒトビルヘルムロートを示すのに使われる。ありがとうございます。